くりするんだけど。日本一の大好物、日本一を今日テーマにしてるんですよ。日本一の大仏を見に行こうっていうのと、日本一取れる落花生を食べるっていうのと、日本一落花生を早く食べれるアイドルを発掘するっていう企画。たくさんコミュニケーションとって、スパガのことをもっともっと知ってもらって、もっと好きになってもらえるようなことができればいいなっていう風に、スパガのこと知ってるじゃなくて、スパガのこと好きっていう風に言ってくれる人が増えればいいなっていう風に思ってます。熱いっす。アジサイ綺麗。案外行く前に疲労が困ってるやつね。案外これ階段ありますね。いや朝からいい運動よこれ。日本一そんなに甘くないってことですか。そうだ、そうだ。いやてか今日絶対さ、この夏一番暑いって。わあ、これすごい階段ですね。エスカレーターとかないんですね。やばい。これ誰が作ったの。あ、でも、ま、マーティングだ。うわー、え、なに、え、待って待って待って、みんな下向いて歩いて。せーので歩くよ。せーの。はい、私は常に全力がモットーなので、今からかき氷早食い対決をやっちゃおうかなと思います。今から白い顔を見せていきたいなって思って、頑張れ。しそこの心配を私しない。名前は陽平さんと一緒にかき氷早く対決をしたいと思います。もしあの私が負けたら、じゃあ陽平さんのためにじゃあ1曲いつでも踊ろうかなと思うので、はい、それでは行きます。よーい、スタート。せーの。うわあ、すごい、できた。すごいめっちゃ大きい。すごい、どうやって作ったんだろう、ね、いやもう富士山に渡せる。すごい、これが日本一の大仏様でございます。いきます。日本縦断旅が成功するっていうことと、やっぱり武道館成功しますようにっていうのをお願いします。これはね、一番の願いと思います。叶えたいですね。スパガで勝ちたい。よーい、スタート。よっしゃー、繰り返しお願いします。よっしゃー、ありがとうございました。これ楽しいです。本当ですか。ありがとうございます。え、みんな写真撮ろうよ。バラバラ。そうでしょ。日本一を誓う。何ね、これ。これで人が作ったの。彫刻刀でしたね。こんな違うかな。こんなやつでこれを掘ったら本当にね。今から大仏さんがどうできたか聞きに行きたいと思います。じゃあ、おはようございます。おはようございます。あのお地蔵さんいるじゃないですか、はい、いつ頃作られたんですか。大仏さんね。大仏様、最初はね、江戸時代風化しちゃってね、また昭和になって巨人になりました。ちなみにスーパーガールズっていうアイドルグループなんですけれども、ご存知ですか。おじさんたちは。ありがとうございました。たくさんお話しして。
ていただいて。海の方にやってきました。ビーチフラッグ大会というのがあって、より全力感というものをちょっと皆さんに。あ、じゃあカメラ撮っても大丈夫。わあ、やった、 OK もらえました。千葉県の皆さんにスパガをより知ってもらうためにビラ配りをしたいと思うので準備をしてきます。状態から自分で考えて町の方にインタビューしたりだとか、一緒に対決をしたりだとかっていうコミュニケーションも取れましたし、もっともっとたくさんの人に好きになってもらって、もっと大きなステージに一歩私たちみんなで成長していけるといいなというふうに思っています。ということで千葉ありがとうございました。はい、放送席ただいまこちら落花生の早食い選手権に来ております。宮崎さん、落花生大好きって聞いたんですけど。そうなんですよ、この道落花生人生21年。今日の落花生は私家で採れたので、これはいいですか。よーい、長いピーナッツは鼻にも殻がついてるんですけど右手に持ってるもの早く出しなさい。アミのお皿に強靭な落花生が集まってきたんだ。ちょっとこんなにこれ割ってみ、すごいから見ます。友達になれた気分。確かに、ね、ちっちゃい子たちプリパラを知っててくれてて、ありがとう。プリパラ知ってる。おお、スパガを知っていただくいい機会になるのかなと思って、もっとメジャーになるにはそういった層を狙っていけたらなって思いました。こうやって輪が広がっていけばいいなって、もう一回地道にやることが大事だなって。